はい、皆さん、ちょっと、今日はじゃあソーセージで間に合おうかな。ソーセージで間に合おうかな。なん、わかんね。篠原涼子。はい、あげるよ、ほら、ちょっとじゃあソーセージ。はい、ソーセージ投下。さあ、ソーセージ投下しましたよ。どうなるでしょうか。ほら、行ったよ。いつものラグビー見せておくれ。こっちはもうジェントルマンたちが、いつものチーズそば豆腐を食べております。こっちはもう始まってますね。激しい争いしてますね。ソーセージ衣装なかなか美味しいでしょ、たまにソーセージ食うと。お前、逃げちゃあかんよ、逃げたらあかん、逃げたら。あんたら逃げたらあかんで、逃げたら。逃げたらあかんよ。逃げたらあかん、逃げたら。うわぁ、逃げられますね、あんたたちね。じゃあさ、じゃあみんなでこっちのチーズの方食べる、いつものソーセージ何、みんな食われてしまった、しょうがねえな。じゃあもう一本やるよ、ほらもう一本、ほらソーセージ焼くから、ほらちょっと逃げ出さんといて、逃げ出さんといて、ほらソーセージ焼くから、ソーセージ焼くから、ほら、誰ソーセージ持ってんの、ほら。お前、うまいとこ逃げるんじゃないよ、お前。あら、ソーセージ下に行っちゃったよ、ほら。ソーセージみんな下にあるよ、ソーセージ下に、ほら。ソーセージものうなったか、みんなもう口に入れられた。じゃあ今度、じゃあ隣からちょっと、お前らもう食うよった、ほら投入して、投入、君いつもの食事投入して、ほら食べなさいよ、お食事なくなっちゃう、お食事。
みんなほら、どんどん食べなさい。どん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 遠慮しないで。今日ソーセージ1本と、いつも食べてるチーズそば豆腐だから、君たちもう満腹でしょ、もう。満腹腹いっぱい食ってね。俺はどんどん腹いっぱい食って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 。君たち食ってる時が一番幸せでしょ、だって。なに抜け出して何をしたいの、君たちは。殿方のとこ行きたいの。これ見て、狭いとこに大勢いて、かわいそうだなんて思ってる人がいるかもしれないけど、今食事の時だからみんな全員集合してるけど、同じ広さの、もう一つの水槽に、この後半分は移動します。どちらの水槽も今、全部、全交換した後で、掃除した後なんで、全部綺麗です。ちなみに今これ、今見てるのは屋上部分。この下に、1階と2階があって、その上の今屋上に今います。人数いるけども、この、つまりはマンション形式なんで、大丈夫です。十分、みんなが住めるスペースあります。腹いっぱい食って、この後ハムスターたちは、一日ぐっすり眠ります。君たちも今ご飯あげるから待っててね。こちらの、一方こちらの方は男子部屋です。4人の男子が住んでます。ちなみにこっちの方のお部屋の方も男子。4人の男子が住んでます。君たち今ご飯食ったでしょ？それじゃあ、ゆっくり食べてくださいね。